快速急行東予山徳楽橋駅です。次は本郷です。本郷の次は河内長野に止まります。皆様にお願いいたします。車内での床の積み込みや手荷物を床に置く行為は周りのお客様の迷惑になります。お手持ちの荷物は周りのお客様の迷惑にならないようお願いいたします。若い時やったらまだいいかもしれないけど。